はい、ではここで続いては音楽マンションの皆さんに、ね、知っていただきたいというコーナーでございます。今日もですね、企画開発部営業チームからシニアマネージャーの戸田さんがスタジオにお越しくださっています。今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。こんばんは、営業チームの戸田でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、さて前回ね音楽マンションの見学会が始まるというお話いただきましたが、実際に今月からねもうその見学会が始まるということで、具体的にどこで開催なさるのか、その辺をお知らせいただけますか。はい、まず、11月の21日、こちら土曜日になりますが、今年度完成第1号のですね、音楽マンション、ドルチェ、板橋の見学会を開催させていただきます。開催時間はですね、朝10時から夕方4時までです。で、こちらの物件の最寄り駅なんですが、JR 埼京線板橋駅とですね、都営地下鉄の三田線新板橋駅になります。でこちらの JR のですね、板橋駅は埼京線で、隣が池袋、それで2つ先がですね新宿、3つ目がここ渋谷で、大変交通の便が良いところになっております。そうですよね、ここ便利なところですよね。はい、はい、では具体的にドルチェ板橋はどのような物件なんでしょうか。はい、ドルチェ板橋なんですが、こちらの所在はですね、北区の滝野川の6丁目というところなんですが、最寄り駅板橋駅よりですね、徒歩4分の商店街の中に位置しております。で、土地の広さは約48坪、南西の角地になります。で建物なんですが4階建てでですね、1階は店舗、2階から4階が単身向け 1K タイプの旧書体になっております。で、全室ですね、南向きで、ワンフロアに3世帯の配置となっておりまして、音楽マンションの中でも非常にコンパクトなタイプになっております。はい、音楽マンションといいますとやはりピアノを、ね、持ち込む方もいらっしゃるかと思うんですが、 1K タイプの実際のお部屋の広さどのくらいになるんでしょうか。はい、お部屋の広さなんですが、27平米からですね、35平米までの、今回は4タイプになっております。それで個室の広さなんですが、8.4 畳から9畳までで、グランドピアノもですね、十分置けるスペースになっております。はい、じゃあ 1K ということでもグランドピアノなどもしっかり置いていただける広さということですね。はい、はい、では当日は先日もお話ありましたが遮音体験が、ね、できるというふうに伺っておりますが、はい、こちらですが、当日はですね、室内でバイオリンのですね、演奏者に、その場で演奏してもらいまして、演奏しているその状態で隣の部屋にお客様移動していただきます。それで、そこでですね、どの程度音が聞こえるのかもしくは聞こえないのかを体感していただきます。見るだけではなくてですね、体感していただく見学会となっております。なるほど、実際にねその音楽も体感いただけるということですので、これは非常に貴重なね見学会になるんじゃないかなと思います。はい、では実際に見学希望の方はどうしたらよろしいでしょうか。はい、こちらの見学会なんですが一応予約制となっております。お申し込みにつきましては越野建設のホームページよりですね、応募フォームがございますのでそちらより、お申し込みください。はい、そうですね。では皆様越野建設のホームページからお申し込みをお願いいたします。では11月21日の見学会ということで皆さんに楽しみに待っていただきたいと思います。今日は戸田さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやー、綾子さんお疲れ様でした。もうなんか今日はなんかすごい慌ただしくてそうですね、もう豪華な小太郎さんがね喋りすぎなんですよもう困っちゃったんだけど。で次回どうなりましたでしょうか。はい、そうですね、次回はですね、ジャズビッグバンドブルースカイオーケストラのリーダー奥田秀人さん、そしてピアニストの榎本玲奈さんをお迎えいたします。また今日からですね、前回10月20日の放送も渋谷クロス FM のウェブサイトからアーカイブでご覧いただけますので、ぜひお知り合いの方にもお知らせいただけると嬉しいですね。
ちょっと時間があるようなんで、その、はい、音楽マンションの見学会のお話なんですけどね、11月21日ですよね、はい、今度ね、はい、毎回ね、建てたいっていうお客様だけじゃなくて、その入居したいっていうお客様もね、たくさん来ていただいて、本当に体験をしていただくんですね、はい、今度は生演奏みたいのはやらないの？今回も一応バイオリンのですね、演奏者の方にその場で、うん、弾いていただいて、その音の体感を、うん、臨場感を味わっていただくというような見学会になっております。だからね、聞こえないっていうだけじゃもったいない、そのバイオリンの演奏も楽しんでいただくっていうね、そうですよね、こともいいかなと思ってますね。貴重な機会ですね、そういう意味ではね、はい。